してここに？なんと私が購入した新築の家にやってきたのは元夫と義両親だった。まあ上出来ね。二世帯住宅なら引っ越してきてあげるわ。どうして赤の他人を住まわせないといけないんですか？ああ、何言ってるのよ。嫁のくせに生意気ね。そうやって苛立ちを見せる義両親。そうか、彼はまだ言ってないんだな。私は義両親にとある事実を教えてあげた。私も独身ですけど。私の名前はさゆき、35歳の会社員だ。私には夢がある。それは自分のマイホームを建てること。そのために私は昔からコツコツとお金を貯めてきた。毎月通帳を見るたびに増えていく預金残高を見ながらニヤニヤする私。少しずつ目標に近づいていることが嬉しくて、どうしてもにやけてしまうのだ。大学生になってから私はマイホーム貯金を始めていた。数年前までずっと実家で暮らしていて、学生時代のバイトから会社員になってからもずっと貯金をしていた。最初は月に数万円だった貯金も、会社員になってからは10万、昇進してからは20万と、毎月貯金する額も増えていった。そのおかげで現時点でかなり貯金することができているのだ。そしてプライベートも充実していて、私にはたかしという夫がいる。私たちは結婚したばかりなのだが、新婚生活はとても楽しい。私と夫の出会いは仕事関係で、私たちは取引先の担当者同士だった。年齢が近いこともあり、私たちはもともとよく話す仲だった。仕事においてコミュニケーションはとても大事だし、心を開いていないといい仕事もできない。彼は社交的で面白い人だったので、私たちはすぐに打ち解けた。それでもしばらくは仕事関係の人という間柄だったのだが、ある日彼の方から食事に誘ってくれた。もしよかったらこの後ご飯でもどうですか？え？ああ、嫌だったら別に大丈夫です。ですが一緒にご飯に行けたら楽しいだろうなって思って。そうやって誘ってもらえて私は嬉しかった。そして初めて彼と仕事以外の時間を過ごしたのだが、彼との食事はとても楽しかった。それから私たちは定期的に飲みやご飯に行くようになった。またプライベートでも会うようになり、少しずつ距離が縮まっていったのだ。そして彼は私に告白をしてくれて付き合うことになった。その時に彼は結婚を前提にお付き合いしてほしいと言ってくれた。その時点ですでに私も30代だったし、そうやって真剣なお付き合いをしようと思ってくれている彼のことが信頼できた。それから交際を始めた私たちは、付き合って2年ほどが経った頃、彼からプロポーズをされて結婚することに。私たちはすぐにお互いの両親に挨拶に行った。だがその時に私は少し気になることがあった。それは義両親についてだ。義両親の初対面の印象は遠慮がないということだ。あなたが朝雪さんね。意外と年齢がいってそうだな。え？ちょっとお父さん、デリカシーなさすぎるよ。女性に対して年齢や見た目のことを言うのは失礼だろう。こりゃすまん。主人がごめんなさいね。あ、いえ。そうだ、せっかくだから美味しいものでも食べましょう。そうだな、寿司の出前でも取ろう。私はお寿司が食べられると聞いて胸が躍った。しかも義両親が頼んだのは高級寿司。基本的に普段は節制を心がけているので、久しぶりに高いお寿司が食べられて嬉しかった。すると食事を終えた時に義母はスマホをいじり出した。お友達に返事でも返しているのかと思ったら、いきなり画面を私に見せてきた。それじゃあ佐伯さんは7500円ね。え？あ、はい。私はいきなりお金を要求されて戸惑ったが、ここで断るのも角が立つのでおとなしく支払った。別に必ずおごってほしいとは言わないが、こういう時って注文しようと提案した側が払うんじゃないのだろうか。それに私も支払うのなら別に高級寿司じゃなくてもよかったのに。
義両親が気前よく食べさせてくれるのかと思っていたので、正直ちょっとだけ嫌な印象を受けた。私にもお金を要求するのなら、事前にそうやって言ってほしかった。しかも義両親は私に請求しつつ、彼には請求しなかったのだ。まあ彼は実家住まいだし、もともと家にお金を入れているのかもしれない。それでも義両親に対して不信感を抱いたのも事実。そしてそれは結婚してからも同じだった。お母さん、お父さん、こんにちは。あら、よく来てくれたわね。それじゃあ早速だけど、家の掃除をお願いできるかしら。え？嫁に来たんだからそれぐらい当然でしょ。は、はい。さゆきさん、そっちが終わったら庭の草むしりも頼むよ。は、はい、わかりました。私はただ義実家でお茶しながら雑談をするだけだと思っていたので、こんな風にこき使われるなんて予想もしていなかった。だが完全に空気がやらないといけない感じで、私に拒否権はなかった。ようやく頼まれた家事を終え、ちょっと一息ついているとインターホンが鳴った。ああ、さゆきさん、出前が届いたから出てもらえる？え？はい。そうして届いたのはまたも高級寿司。しかも値段は4人分で3万円。私はとりあえず自分の財布から出して、今に持って行った時に義母に金額を伝えた。全部で3万でした。そう。じゃあみんなでいただきましょう。え？義母は華麗に私の発言をスルーしてみんなの前に寿司を置いた。そして普通に食事を始めたのだった。私は食後にお金をもらえるのかと思ったが、食べ終わってもお金をもらえる雰囲気はなかった。気まずくなるかもしれないが、私は仕方なく義母に先ほどの寿司代の話をした。お母さん、お寿司代なんですが、お母さんとお父さんの分の1万5000円をいただけますか？私がそう言うと義母はびっくりした顔をした。あら、あなた姑にお金をたかる気？信じられないわ。え、でも私は怒るなんて一言も言ってませんし、高級寿司を頼んだのはお母さんじゃないですか。あなたが財布を持って支払ったんだから、あなたが怒ったってことでしょ。後になってお金を請求するなんてひどいわ。たかしはそんな銭ゲバな嫁をもらってしまったのかしら。銭ゲバだってそうでしょ。あなたは働いていて、私たちは年金暮らし。生活に余裕があるのはどちらかしら。どう考えてもあなたよね。普通はお金を出して夫の両親を喜ばせることをするのが嫁ってものじゃないかしら。そんな。義母はそう言って頑なにお金を払おうとしなかった。私には以前お金を請求しておいて、自分が請求されたら支払わないなんて、なんて常識がない人なのだろうか。私はこの時点でかなり義両親が苦手になっていた。そしてその後も私は義両親に頭を悩まされることになる。え、お母さんいきなり通されたんですか？それはある日のこと。休日に義母がいきなり家を訪ねてきたのだ。ちょっと上がらせてもらうわよ。母さん、どうしたんだ？たかしの顔を見に来たのよ。それにしても狭いアパートに暮らしてるのね。もう少し広い部屋に引っ越さないの？ああ、まあ今のところその予定はないかな。夫がちらりと私の方を見る。確かに夫も性格だからもっと広い部屋に住みたいと言っていた。だが私は貯金をするために必要以上に広い部屋に住む必要はないと断っていたのだ。そしてそれがマイホームを買うためだと夫に説明しているので、夫は不満に思いながらもそれ以上しつこく言ってくることはなかった。あら、どうして？まあ、お金の節約のためかな。そうなの？どうして節約をしてるの？義母はそうやってしつこく食い下がってきたが、私は夫に目で訴えて絶対に話さないようにと伝えた。それに気づいた夫は、まあ将来のための貯蓄だよとごまかしてくれた。意外と堅実なのね。そうやって言った義母だったが、次にまさかの発言をしだした。じゃあ申し訳ないけど、少しお金を援助してくれないかしら。え？私は思わずびっくりしてしまった。え、援助ってどういうことですか？
今月ちょっとお金が厳しいのよ。だから5万ほどお願い。え？義母は恥ずかしげもなくそうやってお金を要求してきた。さっき将来のための貯蓄をしていると夫から説明があったのにもかかわらず、どうしてそんなことを要求できるのだろうか。ここまで義母が厚かましいことに私は絶句してしまった。そんな、5万だなんて無理ですよ。あなたには聞いてないわよ。たかしに聞いてるの。義母は顔を潜めながら私にそう言った。そして夫はしょうがないなと言って財布から5万円を出して渡したのだ。ありがとう、たかし。やっぱり優しいいい子だわ。義母はそうやって当たり前のようにお金をもらった後、ソファーに座ってくつろぎ始めた。ねえ、私が来たっていうのにまだコーヒーとか出してくれないのってどうなの？そうやって私を咎める義母。さゆぎ、早く用意しろよ。さすがにそれはないよ。夫までそうやって私を責めてきて、私はとても嫌な気分になった。イライラしながらコーヒーとお茶菓子を出すと、当然のように食べて夫と楽しそうに雑談をする義母。そしてダラダラと居座った後にようやく夕方前に帰っていった。私は義母が帰宅した後にすぐに夫に詰め寄った。どうして5万円なんて大金を簡単にお母さんに渡したの？え？だって俺の親なんだからいいだろう。それじゃああなたが自分の給料から全部出したってことでいいわね。あ？なんだよそれ。それは認めないぞ。これは家計から出したんだ。俺に5万をよこせ。ほら、そうやって結局お金を要求してくる。それじゃああなたは夫婦のお金を勝手に使ったってことじゃない。私はお母さんにお金を渡すつもりはなかったんだから、家計からは出さないわよ。ふざけんなよ。お前どこまでケチなんだよ。ケチとかそういう話じゃないわよ。家計から出すつもりならちゃんと相談をしてどうするか決めてからじゃないとダメでしょ。それを見栄を張りたいのかカッコつけたいのか知らないけど、お母さんに勝手にお金を渡しておかしいわよ。うるさい。親孝行して何が悪いんだよ。別に構わないけど、自分のお金でやってねって話。何をどう言われても私は5万円は出さないから。ああ、そうかよ。じゃあ俺もこの部屋の家賃は出さないからな。え？どうしてそうなるのよ。だってそうだろ。お前は俺の親のことを大事にしてくれないんだからな。俺だってそんな意地悪な奴にお金をかけたくなくなるだろう。意地悪って。夫はそう言って本当に家賃を支払わなくなった。今住んでいる家の家賃は5万6000円なのだが、さすがにそれだけの金額の負担が一気に増えるのは辛い。そして夫は家賃以外家にお金を入れていないので、家賃まで支払わないとなると、いよいよ私の紐状態だ。自分の稼ぎは自分のためにだけ使う紐だ。そう考えたら、なんだかこの人と一緒にいる意味があるのかと疑問に思うようになった。そんな中、さらに夫は驚きの行動に出た。今度の3連休、母さんたちと旅行に行ってくるから。え？旅行？ああ、沖縄に行ってさらに高級ホテルに泊まってくるよ。高級ホテル？ちょっと待ってよ、また勝手にそんな大金を使うの。ああ？俺の金を俺がどう使おうと勝手だろう。俺は親孝行するんだよ。いちいち口出しすんな。文句があんなら離婚だ。夫はそう言って引き出しから離婚届を取り出した。いつの間にそんなの用意してたの？お前が最近ギャーギャーうるさいからな。もうすでに俺の箇所は記入してある。お前がこれ以上俺を怒らせた時は容赦なく離婚するからな。俺は本気だからな。そう言って夫は私に離婚届を突きつけてきた。もう我慢の限界だった。結婚したばかりだとかそんなことどうでもいい。私はもうこの最低な男と一緒にいるのが嫌になってしまった。そのため夫が旅行に行っている間にいなくなってしまおうと考えた。夫は勝ち誇った顔をしながら、じゃあ行ってくるからなと言ってニヤニヤしながら旅行に行った。私は事前に引っ越し業者に連絡をしていたので、夫がいなくなったのと入れ替わりのタイミングで業者に来てもらった。そして荷物をすべて実家に運んでもらい引っ越した。また夫がご丁寧に離婚届を用意してくれていたので、すぐに自分のサインをして提出。これで私たちは無事に離婚できたというわけだ。それから私は何気なく不動産屋に行っていろいろと物件を見た。
するとその中で券売住宅で3000万ほどの新築の物件があった。その物件を詳しく見ると私の理想にぴったりだった。私はこれは運命の出会いだと思いながらすぐに契約をした。まさに一目惚れといった感じだ。そんな中、家に帰宅したらしい夫、いや元夫が私に電話をしてきた。もしもし、一体何の用かしら。おい、一体どういうことだよ。なんでお前の荷物や家具や家電がなくなってるんだよ。ああ、だって私出て行ったから。は？出て行った？あなたと私はもう赤の他人なのよ。は？それってどういう？夫はそこまで言って気づいたようだ。まさかお前離婚届を提出したのか。ええ、そうよ。だから出て行くのは当然でしょ。ふざけんなよ。俺は認めないからな。本気で離婚を考えているって言ったのはあなたよ。私も本気で離婚したいって思ったから離婚したの。そんな。じゃあもう話すことはないから。私はそう言って電話を切った。そして着信拒否にして二度と連絡が取れないようにした。それから私は新居に移り住んだ。家はものすごく綺麗で、値段の割には部屋も広くて使いやすかった。収納などをうまく使えばかなりすっきりした開放感のある家になるだろう。自分好みの部屋の雰囲気にして私は新居での生活を始めた。本当に今までお金を貯めてきてよかった。私はそう思いながら快適な日々を過ごしていた。だがそんな中、まさかの出来事が起きたのだ。それはある日の休日のこと。インターホンが鳴ったので私は宅急便だと思い玄関を開けた。だが開けてびっくりした。え？どうしてここに。なんと私が購入した新築の家にやってきたのは元夫と義両親だった。なかなかいい家だな。まあ上出来ね。そう言って勝手に家の中に入ってきた義両親。ちょっと勝手に上がらないでくださいよ。私がそう言っても聞く耳を持たずに部屋の中を見て回る義両親。ちょっとどういうことよ。なんであなたがこの家の場所を知ってるの。そんなのどうでもいいだろう。それより俺たちはここに住むからな。はあ？何言ってるのよ。そんなの認めるわけないでしょ。私が声を荒げると後ろから義両親がやってきた。ちょっと何怒ってるのよ。こんな家をこそこそ買っていたあなたが悪いんでしょ。でもまだこの家じゃ足りないわね。二世帯住宅なら引っ越してきてあげるわ。リフォームして3階建てとかにしましょう。そしたらみんなで住めるでしょ。ありえない発言をする義母。何としてもこの家は守らなければ。私は毅然とした態度で義両親の前に立ってこう言った。どうして赤の他人を住まわせないといけないんですか。ああ、何言ってるのよ。嫁のくせに生意気ね。そうやって苛立ちを見せる義両親。そうか、彼はまだ言ってないんだな。私は義両親にとある事実を教えてあげた。私も独身ですけど。え？やっぱり聞いてないんですね。たかしさんは私に離婚届を突きつけてきたんですよ。ちょうどお母さんたちと沖縄旅行に行く直前ですね。だからそれを提出してきてもう赤の他人なんですよ。そんな嘘でしょ。義両親が元夫に視線を向ける。元夫は気まずそうに目を背けた。そもそもどうしてこの家の場所が分かったの。それはお前が仕事終わりに帰るところをついていって。それって確実にストーカーじゃない。俺は離婚には許可をしていないんだ。だからまだ夫婦だしストーカーじゃない。変な理屈をこねる元夫。だがやっていることは完全に犯罪だ。私はすぐに警察に連絡をした。すると義両親と元夫は慌てて家から逃げ出した。それから私は警察に頼んで元夫に接近禁止令を出してもらった。この件は元夫の職場中に広まり、元夫は周りから一気に冷めた目で見られることになった。出世の道も断たれ、窓際部署で肩身の狭い思いをしながら働いているそうだ。
そして元義両親は元夫が離婚していたとも知らず、しかもこの家も元夫が買ったと聞かされていたそうで、同居して豪遊ができると思い込んで、ブランド品やら高いものをたくさん買っていたらしく、現在はその支払いに追われて苦しんでいるらしい。だが元夫は給料が減ってしまい、元義両親の援助をすることもできず、親子ともども貧しい暮らしをせざるを得ない状況になっているそうだ。自業自得だし、本当にいい君だ。一方、私はマイホームで幸せな日々を過ごしている。しばらく恋愛はいいので、この家で快適に暮らしながら、仕事に打ち込んでどんどん成果を上げていこうと思う。本当に自分勝手なぎ家族でしたね。こんな人たちとずっと一緒にいたら、財産を全部絞り取られてしまうでしょう。主さんは早めに縁を切って正解だと思います。理想通りのマイホームも手に入ったことですし、パートナーはこれからゆっくり探せばいいと思います。主さんのこれからの人生が幸せになることを祈ってますね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。